街中の女性はどう思ってるのか一緒に皆さん見ていきたいなと思います。その人が持っているベースのカラーによって若干違うんですけど、大半の女の人にはあんまり好かれないかもしれないっていう。はい、本日はですね、インタビュー動画をやっていきたいなと思います。ということで、僕のスタッフがですね、街頭に出てインタビューをしてくれました。今回はネックレスです。サムネにもあった通り、ネックレスが何がいいのか、夏になってきたら小物ありますよね。で、特に今は僕見てください。こんな感じで黒のコーデする男性非常に多いんやけど、黒の服着た時にこの辺何もなかったら結構寂しいじゃないですか。本日何つけていきますかと。まず一つ目っていうのが、普通のこういったシルバーのアクセサリーですね。本当にこうトップとか何もないようなシンプルな感じのアクセサリーをつけていくのか、2番目っていうのがこういう、なんていうんですかね、レザー系というんかな、インディアン系っていうんかな、まあこういう感じで、で3つ目っていうのが、ちょっと今手元にないんですけど、僕がよくこんな感じで普段ね着用してるんですけど、ゴールド。僕普段はねゴールドをつけることが多いんですよ。まあ動画ではシルバーつけること多いんですけど、普段はゴールドが多いと。でまあそのことどうでもいいんですけど、次っていうのがこんな感じの、まあドクロというか、まあクロスとかそっち系、まあ僕の服装的にはこっちの方が合ってるような気するんやけども、皆さん気づきました？素早い方気づいたと思いますけども、今つけてたこのドクロ、そうクロームハーツの、約14万円します。このチェーンも含めて14万円。女子はそんなことあんま気にせんからね。で途中で出てたレザーのやつ、これもゴローズっていうものモデルで、このトップだけで20万円しました。ではね、街中の女性はどう思ってるのか一緒に皆さん見ていきたいなと思いますので、見ていきましょう。男性につけてほしいネックレスはどういうのか。女性はシルバー、はい、はい、その理由は一番かな、目立ちすぎずに、はいはい、あーなるほどなるほど。いや私もシルバー、後ろ寝てたぞ、他がなんか嫌だから。ゴールドとか違うだけだけど、あの似合ってたらいいと思うんですけど、なんか難しいこないみたいな。この女子の似合ってればいいってやつ ね、合わせシルバー難しいよ、それが分かんないよ。私も一緒ですね、シルバーシルプルがいい。4には絶対なしです。あ、なし、シルバー、ゴージャスな、本当にシルバー2つ、ゴールドよりすごいなこれ。シルバー近いの、あ、ゴールド、そう、男の人が好きだから、あ、ゴールドね、頼もしいとかね、僕鍛えてますから最近。おしゃれな感じがする。圧倒的にシルバーやな。いかつい、辛そう。シルバーで。シルバーで。シルバーで。ブルベが好きなの。色白ね。ブルベ。色黒の人より色白が。パーサーカラーご存知ないですね。あ、なるほど。確かにブルベの人はシルバーで。直感。お、ゴールド。あ、ネックレスをつけてるから。シールすごいね、後ろ。そう、アクセントとして。なんで、なんかシンプルが。はい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 。あ、ゴールド。はい、ゴールドの方が好き。あ、なるほど。ゴールドはちょっといてますね。厚いみたいな印象がある。太すぎるとあれなんですけど。細めのゴールドだったら、はい、ワンポイントというかアクセントとしてありかな。ごっついのはね、893みたいになるけど、一か四ゴールドしてるわ。ロスが行き過ぎ。ロスは行き過ぎ。この夏とか、夏とかはそうですよね、ワンポイントとしてありかなって感じですか。一、この方がいい。シンプルでね。シンプルなやつがいい。シルバー。シルバー。脱毛のつけてほしくない。なるほどなるほど。シルバー。シルバー。その、あ、シルバー。シンプル。私同じものシンプル。皆さんやっぱりゴールドはやっぱちょっと。シルバーの方が好きです、個人的に。暑いですね、キラキラしてる。レザーゴールドはいかついんですね。パー系というか苦手。彼氏さんとか元彼氏さんとかでつけてたネックレスもあります。シルバー、シルバー、あ、やっぱみんなシルバーなんですね。こっちの方が清潔。一位シルバー。出た、女子の言う清潔感。シルバーだとチャラさが抑えられる。シンプルなの。ダンサーみたいなお姉さん。1番。一番シルバー。私もこれ。その理由。もう一番僕らね。シルバー。ゴールド。イケイケ。やんちゃな。イケイケ。やっぱちょっとイケイケな人が好きな人はゴールドね。その肌の色による。でもシルバーの。あ、さすが肌の色による。サーファーカラーですね。私ちょっといかつい人が好きだから。悪い不良。なんか色ゴールドはいかつい、シルバーは清潔感ありますね。シルバー同じです。やっぱシンプルがいい。ああやっぱりね、ネックレス自体は、あとかかっこいい、うん、けどシンプルがやっぱりいいって感じ。シルバー、僕も初見ですからね、これシルバー。肌が白い人がつけてるイメージ。圧倒的にシルバーなのかな、こんな。私もシルバー。まだ先分からんけど。シルバー、これがいいです。まだシルバー。シンプルで何でもあるかな。これで、ごついのも好きじゃないです。ゴールドも好きじゃないです。シンプルで、はいはい、何にでも合わせる。そうですよね。すごい表情。色違いのゴールドってなると、派手いから。派手、ギラギラ感がね、どうしても。服次第かなって。服次第。服に合ってればいい。なるほど、なるほど。全部服に合ってればいいって感じでしたっけ。あ、なるほど、なるほど。一番シンプルだから。ああ、やっぱり。結局シンプルなんかな。ああなるほど、かっこいいですよね。レザーワイルド系。ああ男らしい感じがいいかなって感じ。なるほど、ゴールド。シンプルタイプ。シンプルタイプ。ちょっと分かれてきたのかな。汚い人がゴールドつけててほしいかなって。男性デザインパッと見目立つじゃないですか。かっこいいからつけてって目がいくって。この写真は十字架なんですけど、ドクロ。あ、やだ、ドクロやだ、ドクロやだ。ワンポイント
なるほどなるほど。シルバー、爽やかそう。おへそ出てる。自分がゴールド好きで。届かないでね。はい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 。ボタン開いてるよ。自分と並んで歩いた時とかにゴールドだと、あ、おそろみたいな。みたいな。あー、ゴールドね。カリスさんとかもとかカリスさんとか実際につけてたりされました、ネックレスって。シルバー。あーなるほどなるほど。シルバー。まあ、シルバー、ごつい系とかでも似合ってれば。あーもうなしなんやちょっと難しい。はい、ということでね、インタビュー受けていただきましたありがとうございます。票数はねちょっと今ここに出てると思いますけども、もう圧倒的にシルバーが多かったという声で、たまにね途中出てきた肌の色に合ってるとかっていう声もあったんですけど、女性はまあ敏感やから分かるけど、男性そういうのあんま苦手な方多いじゃないですか。で僕自身もねカラー診断取るまであんま分からなかったけども、まあどんな感じかっていうと、色黒やからゴールドが似合うっていうわけでもないんですよ。で色白やからシルバーが似合うっていうわけでもなくて、その人が持っているベースのカラーによって若干違うんですけど、ベースがね黄色に寄ってる人はゴールドなんですよ。で僕完全黄色に寄ってるから、もうゴールドのネックレスをもう普段はつけるんですよね。でまあ動画としては、基本的にはゴールドつけたらちょっとやらしいじゃないですか。だからあんまりゴールドのネックレスつけることないですけど、普段とか Vlog とかでは基本ゴールドつけてると。じゃあ逆に対してブルーベースの人たちっていうのは、僕兄弟でね弟いてて、あの親父一緒ですよ。親父もおかんも一緒で全く同じ遺伝子やけど、弟はブルーベースなんですよ。で弟はあのちょっとゴールドとかつけるとちょっとこう合ってないというか、こう無理してる感が出てくるので、まあ、そういう人はあんまりゴールドは合わなくて、どっちかってシルバーの方がいいよねみたいな感じで、弟最初ゴールドネックレス欲しいって言っててね、であげようか言ってたんやけど、ベースカラーが違うからブルベの人がねネックレスゴールドつけるとちょっと合いづらいんで、まあ、やめといた方がいいんちゃういうことは言ってたんですけど、まあ無難に行くんやったら基本ねイエベの人でも別にシルバーのネックレスでつけてね、そんな変ではないんですよ。まあ、僕もこれ今つけてるけども、やからってめっちゃ変なんかって言ったらそんなことないじゃないですか。変ですか？変やったら変って言ってね。だからまあそんなにね、まあ無理じゃないかなと思うんですけど、とにかくあんまり主張しすぎるのは大半の女の人にあんまり好かれないかもしれないということで、そゴローズとかもねすごい高級なブランドやし、クロームハーツとかもすごい高いブランドなんですけど、一部の女子からは支持はあるんやけども、その大多数、例えばコンパとか行ってもほとんどの女子は振り向いてくれないとか、ちょっとなんでそんな変なのつけてんのって言われたりする可能性があるのでね、皆さん気をつけてくださいということで、これからね夏に向けてちょっとこういう感じで、まあ、オールブラックになったり、こうシンプルになって T シャツだけになった時になんか寂しいなと思ったら、まあ、ネックレスこういうのもどうですかということで、ちなみにこのシンプルなのはね、僕が作ってるネックレスになっておりますので、それ下から見れますのでね、ぜひぜひ見てくださいということと、それ以外にもねこういうデザインのねあるあのアクセサリーとかもいっぱい、僕のブランドではないんですけど他のブランドとかだったらいっぱいあると思いますのでね、まあ、夏のコーディネートを皆さん楽しんでくださいということで、本日はですねアクセサリーのインタビューをしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。